はいどうも、マナマンです。今週のマイクラブはこんな感じのチームでやっていこうかなと思います。まあ、カバーニとケディラが復帰かな。まあ、エリゼウが D なんで、左サイドは右サイドバックのアスピリクエタをこっちに持ってきて、まあ、変則4バックかな。まあ、3バックプラス左サイドバックみたいな形でやっていこうかなと思います。まあ、ボランチね、チアゴ持ったよりこのウィリアン・カルバーリを育てりゃいいんじゃないかってことに気づいて、今ちょっと絶賛育て中かな。能力ほぼ似てるしね。まあ、スタミナはこっちのが、ウィリアン・カルバーリの方が高いから、まあ、スキルもよく似てるし、こっちのがいいでしょうってことで、こっちを育てていきたいと思います。はい、では試合の方やっていきたいと思います。オンラインチャレンジカップの2試合目からですね。1試合目は勝利したんで、あと勝ち点1以上で1万 GP ゲットかな。相手の人がレート1000超えてたんでちょっと怖いですね。実況ジョンカビラでお届けしてまいります。ヘディングさせたくない。よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。バルセロナ対パリサンジェルマン、ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。ボール向かってきますよ。よっしゃー、でも先生来た来た。いいよ。ただ失点しないような守備を心がけないと。オッケー、取れる。一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。やめて、やめて。攻めさせたくないんだよな。クロスが怖い。この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。危ない、ナイキ。ナイキ、ナイキ。あといくらでも展開変わりますからね。ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので何が起こるかわからないですからね。いける。いやー、フラスルが良かった。大場面に渡ればってとこやったな。さあ繋がるか。サイド、サイド、サイドを縦に走らせます。クロス怖い。いやー、イブラ、おお怖え。こいつ怖え、マジで。しっかり寄せてましたからね。はい、狙い通りのシュートっていうのはなかなか難しいですよね。なるほど。いやー、終わったと思ったな一瞬。ネイマール、おお、ぬる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 だな、ネイマール。パリサンジェルマン、手元の資料ではワンタッチプレーが強みのチームというデータがあるんですが、欲しい。どんなプランで対処すればいいんでしょうか。まあ、とにかくスペースのケアになりますよね。人数をかけてスペースを消すようなディフェンスラインを形成して自分のゾーンを意識してプレスに行くのがベストだと思います、ね、ナイス。相手にパスを許すスペースを与えないことが重要になりますよね。いいよ、ここ勝負ですね。サイド裏へのスルーパス、戻して、シュートもあります。チャンスになる。まだある。いや、取れる。いや、マジで。中央へ切り込む。いやー、ピケできたくない。いい形ですよ。まあ、オッケー。よし。いやー、ネイマールか。もうラインがしっかりと取れてましたからね。下がるしかないですよね。よし、ナイスカット。縦に入れます。さあ、右へ預けて。裏に味方を走らせる。よし。どうする？フリーだ。いやー、マジか。枠内に飛んでほしい。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。追加点早く欲しい。サイドのスペースへ走らせる。同点に追いつかるわけにはいかない。大丈夫。ディフェンダー集中力いいです。守れ。いや、まだありました。守って。来た。さあどうだ。守りたい。サンティカソルラックから左へ上げて、オッケーオッケー、集中してる。集中はしておりますけど、
いつ失点するかがわからない。 OK、 クリア、落として走らせてワンツー。いやーパス点か、取って押し、いやーちょっとまだある、一回パスかな。パスをつなぎます。いやー欲しい。ここはクリアでピンチを出します。奪って OK、 縦を使います。うわーマジか。パリサンジェルマンとしては広くピッチを使えてますよね。一回下がってネイマール、下がってサイドのスペースを使います。中に頼む。 OK、 ベールマン、ここは抑えました。最終ラインまでボールを下げる。いやーここまでは集中できてる。サイドを使う、リード変えますよ。やめて、お、いい形ですよ。ネイマール、オッケー、長いボールを送ります。メッシ、長いフィード前線へ。いいよ。あ、サンティカソル、無理か、ケンデラ、アレクシス・サンチェスから左サイド。うおー、そこいた、やばい。柔らかいパス、コース空いた、抜けてくる、守護神、よし、クリア、オッケー。アワヤというシーンでしたが、ここは忍びます。いける、取れる、ナイスカット。自分で持っていった。いやー、ちょっとパスが弱いかな。お、うん、欲しい。あっと危ない、ルーズになる。あー、オフサイド。あ、前半これで終わろう。オッケーオッケー。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。前半から得点が動いています。バルセロナ先制して、いや今のとこはいい調子っていうか、表情を見ていてもチーム内の雰囲気の良さが伝わってきますよね。いい調子なのか分からんけど、自分の中では結構まあまあ抑えれてるっていうところやね。ただ相手にワンチャンで一気にやられそうなのが怖いよね。バルセロナとしては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね。弱いかな、弱いね。これがやらかしたパターンだな。危ねー、オッケー、あぶね。これはもう1点取られたと同じ。守備陣がキーパーに助けられた形になりましたよね。パリ・サンジェルマン、決定的なチャンスを収めることができませんでした。いやーこれはか、うん、ファール、チアゴシウバ、ここはファールです。注意に終わりました。まあ、この距離なら大丈夫でしょう。直接来るか。オッケー。枠には行っています。いやー勝てねえか。カバーニのがいいね。ウィリアン・カルバーリョ。さあ繋がるか。サイドのスペースを使う。クロスを上げる。よっしゃー、オッケー。追加点きた。さあここで守りきれるか。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。け、クリア。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを受けるっていうのは素晴らしいですよね。そうですね。さあバルセロナ、着実に得点を重ねていきます。2対0、バルセロナとしては2-0リードは大きいですよね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは浮かせてメッシー、オッケー。ゲットバルセロナ。今のはフラスルやね。追加点バルセロナ。頭で正確に流し込んできました。取って焦らずにね、守って、もうボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。
バルセロナとしてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームをメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。勝てる、いやさすがに負けるな、イブラには勝てねえか。引けてみる。から右サイド、ボール入りましたよ。このボールをカットします。ほい、大きく立て、走らせてもいいと思うんだけど、まあ中央で、あーど真ん中のフラスルーパスが。パリサンチェルマンとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保った、やばい、これを取られるやつ。その意図は何なの。危な、まあ、裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね。ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、はい、失敗した時のリスクを考えて裏のスペースを消すやり方を選択してるんですよね。選手交代がちょっと難しいな。カバーには入れてもいいと思うんだけど、メッシ、あーちょっと弱い。いやでもありますね、チャンス。裏へのスルーパス、シュートレンチです。いやダメな、うわ吹き飛んだ。ちょっとピケ、やばい、このパスが抜ける、フリーだ。これは無理か。来たアリサンジェルマン、アリサンジェルマン、あと2点というところまで来ました。選手交代のタイミングがちょっとむずいな。あ、アーティスティックなクロスが頭に届いた。いいシュートでしたね。取れんか今の。続いてしっかり頭で決めてきましたからね。オッケー。来い。おっせ。アリサンジェルマン、あと2点というところまで来ています。パスのタイミングおっせ。味方を走らせる。ルーズボール。ボールが上がる。危ない。届きません。ボロいですね。うわ弱いと、これは繋がりません。スルーパスを出す、このボールに触ります。オッケー、おーくっそー、ヘディングのとこ取りたかったんやけどな。ここはカットします。ジェラール・ピケ、アスピリクエタ、真ん中でいいんちゃう。無理か。ケディラ拾いたい、サイド裏を狙っていきます。ルイス・スワーレス、クロス、この試合ですでにアシストを記録しています。アレクシス・サンチェス、サンチェス、これは奪い返します。真ん中、いや外か、サイドのスペースへ走らせる。サンディカソルラ、いい展開ですね。抜けてくる、シュート、うわ、まだる、どうだ、ここは要注意ですよ。大丈夫、オッケー。お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、侮れませんね。いやここはもうピケ変えてもいいでしょう。スタミナがない選手を変えましょう。ケディラ、チアゴ持ったりすると能力下がっちゃうな。難しい交代だね。まあ、高さっていう点でチアゴ持った入れとくか。ボランチに変えれないでしょう、これ。まあこれでいいね。完全に守備的。ヘディングの折り返しを、狙ってたんだけどな。キーパー、OK。ここはキーパー処理しました。これは取らせてくれそう。ここは読んでいました。下がれ下がれ、起こしかけてほしいですね。オッケー、よくカバーしましたよ。危ね、持った、縦へのボール、カストロ、サイド、右サイドへ振って自分で行く、メッシ、撫でるようなボールタッチ、ミドル、うわマジか、これよく止めましたね。素晴らしいファインセーブですよね。
使い方も大事になってきますよね。よしよしよし、ここで笛です。3対1バルセロナ勝利を得ました。さあ北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。バルセロナとしては攻撃的で見事オンチャレ2連勝でクリア報酬ゲット。確か1万 GP やったよね。1万 GP ですね。まあ今最近やってるオークション返却来たけど、まあベルギーとローマとか狙っているんですけどね。まあパリ・サンジェルマンも今ちょっと入札してて、まあそこが変えたらちょっといろんな選手取ってみたいんですけど、では今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。